一個がさ、はい、できてないんじゃない、もしかしたら。できてないです。毎回でしょ、なんかちょっとして、家の中入って、家の中でまたまたするみたいな。多分ね、オーバーフローなんですよ。オーバーフローとか、パンパンに溜まって、で、出るんだけど、パンパン溜まってこれぐらいまでしか出るの。絶えず絶えずさ、おしっこがさ、そこそこ膀胱の中にパンパンになって入ってんじゃない。だから今、持ち上げて、圧迫したら刺激されて、出ちゃったという感じじゃないかな。はい、じゃあちょっと体重ね、見ますね。はい、おっと、おっと、26キロ持てる。持てるかな、持てるかな、数字が。ちょっと、ないでもちょっと軽く持ち上げてもらっていいですか。持ち上げて。嘘。持ち上げれる。はい、ごめんごめん、ごめんごめん、ありがとう。はい、出て離してください。はい、ごめんなさい。はい。いや、ね、そんなに少ないはずないよね。29ぐらい。28と29。面白いですね。ちょっと、そこに CT があるから。29ぐらいかな、30はいかないよ。29ぐらいにしてきますね。はい。よかったね。はい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 。家では歩けてますが、なんかちょっとなんか引っ張ったりするとすぐ後ろ足が辛くすれて終わりみたいな。ああ、これか。いい子が出血してる。いやだね。いや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 。あ、じゃあ、銀行？あ、違う違う。はい、じゃあそこ消毒したら保険もらってください。 CT どこ行った？大丈夫だよ、頑張ってね。はい、ごめんね。はい、じゃあ首を取ってもらっていいですか。採血します。お座り上手。偉い偉い。これでよく出ます。血を今初めて。あ、今初めて。はい。車でぶつかったかな。なんかぶつかったかもしれない。はい、ごめんね。ありがとう。食欲はちゃんとあるんですか？食欲あります。朝はないですけど、はい、でうんちはしっかり出れる？うんちはしっかり出ます。その自分の意思でしてます？あ、自分の意思ではしないです。あ、そうなんです。寝てる時にするか、だから溜まってくるとやっと出るって感じだよね。自分で起きてる時にする時もありますけど、寝てる時にうんちの格好してうんちをすることはなかなかない。 ありますあります。ありますよ。し、ね、よしよしよし、撮ってください。あー、リコリコ、偉いね。スタートして、カメラ